はい、どうも、MK2のまっちゃんございます。というわけでね、本日はラーメン部でございます。本日行くところはね、麺屋空というお店でございます。こちらね、塩ラーメンが有名らしいんですけども、その塩ラーメン、なんとエビを使っているということなんですよ。自分実はエビ食べれないんですよね。なので、ちょっと、次回以降でね、ケンさんだったりサッシーと一緒に来た時に、塩ラーメンを食べようかなと思います。なのでね、今回は、別のラーメンをね、注文して食べていきたいと思います。はい、というわけでね、食べに行きましょう。ではいただきます。はい、というわけで食べてきました。自分が注文したのはね、味噌チャーシューということだったんですけども、麺屋そらさんって塩ラーメンのイメージが自分はねすごく強かったんですけど、一番人気は味噌ということでしたね。なのでちょうどいいなということでね、味噌チャーシューを注文しました。来た時にね、まず何と言っても味噌のスープの匂いがね、まず食欲をそそると。で、麺は中太麺、味噌のスープと絡んで、めちゃめちゃ美味しかったですけども、野菜もね、一手間加えて炒めてある野菜ということでね、野菜の香ばしさとね、味噌の香りがね、より一層こう際立つような感じというかね、そんな気がしました。で、チャーシューなんですけど、炙りチャーシューで、味はね、そこまで、チャーシュー自体には、まあ、ついてないわけじゃないんですけど、味噌と絡み合うことでね、絶妙なバランスの味になるという感じでね、いや、これはすごいな、というふうに思いましたね。味噌って濃い味のイメージが強いんですけど、この麺屋そらさんの味噌はね、ちょうどいいバランスの味になってて、めちゃめちゃ自分好みな味噌ラーメンでしたね。はい、まあ、チャーシューも炙ってあって、味噌と絡むことで、深い味わいになるっていうところがね、自分の、おーって思ったポイントだった気がします。はい、というわけでね、今回は麺屋そらさんでね、味噌チャーシュー麺を、食べたよという動画でございました。というわけでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。